ごいね。ノランとお前さっき。わあ。通りが過ぎのなんだか。移動たぐり寄せて。ああ。本当や。まあそうなるわな。
ず開けて、お借りします、はい、でこれがポッチが下がったり上がったりするんですけど、はい、上げた状態にしとかないとこのポンプを抜いた瞬間ピシューって抜けてっちゃうんで、下げじゃなくてね、ヒールポッチが上がった状態でスタートします、はい、あの空気圧が関係あるんで、はい、これ 15PSI っていうのが最高のマックスなんですけど、はいはい、ここまで入れると熱くなって空気が膨張するとバーストしちゃうんで、うちはだいたい11ぐらいで入れてます。15って書いてあっても、これでじゃあ完成です。すごいね、ちゃんちゃんもさ泳いでんのよ。安定感ありそう。体幹しっかりしとる。
まず人から俺が先乗らんとお前勝つ。うわ、俺が先乗らんと勝つ。あ、ここから来れば僕真ん中から、その真ん中の奥を持たないと、うん、上手ね。レア上手。まだタップ券慣れてない。みなちん、あ、上手。あさりしてね、上手。素晴らしいですね。上手。偉いね。家で撮って。うん。うん。さ、水がめちゃくちゃ綺麗なんだよね、これ。レア、ダメだよ。レア。無理か、無理やった。無理やったな。チャチャくん無理やったな。ママ流されとうぞ。
長尾です。リノ助けに行かんでいい？切ない。リノ、ゆきさん鼻から取るで。リノ、パパは？リノ、リノ、リノ、助けに行った。リノ、本当や。私が帰りで行きます。私、ボールの方が大事。みは足を肩幅で肩幅ぐらいでまっすぐな足。そうなるわな。リノおいで、リノおいで、レアおいで、レアおいで、リノおいで。はい、立って。リノ、レアおいで。大丈夫そうやろ。じゃあ、座ります。
なので無事一応ゴール地点まで行けて、そうやね、上の方まで登ってて、そうそう、ちょっと綺麗な水の中で遊んで、うん、また下ってきたって感じですね。で、まあこれも慣れやな、まあ慣れ、リトとレアはまあだいぶこんな感こんなもんやなっていうのが分かったりさ、うん、リトとレアを別にするといけないってことが分かりました。相手方の方へ行くんやね。だから飛び込むよね。だからリノ、レアがリノ依存が高いもんで、そう、うちがリノを連れとるとこっちに来ようとするし、そうだな、逆パターンもあるし、そうやな、レアがなんせリノの方へ行きたくて、あと乗せるけどまた飛び降りて、もう何回繰り返したかね。そう、でも結局最後は帰りのコースでリュウくんが2匹連れてくれて、リノとレア、そしたらやっと落ち着いたよね、レアは。あのパパかママじゃなくリノのそばにいたかった。そうじゃなかった、リノの近くにいたかった。2人で休憩、あ、ゴール地点行った時にリノをこっちにやろうと思って、リノの方に来るだけの顔がめっちゃ嬉しそうやった。やったねーねに会えたみたいな。一直線にさ、リノの方がシューって嬉しそうにさ、ぴょんぴょんくれ。かわいいやけどね。もう海の上、水の上ではやめてほしい。まあ、それやっぱ初めてやったね、不安やったよね。あ、そう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 。まあ結構すごい、やっぱ人気な場所やね、いろいろ。すごい流れが穏やかだもんね。今日なんか水も多くて、雨も降ってなかったで、すごい穏やかで、めっちゃ綺麗やったよ、下が。Oh, my God.
その後のご飯は美味しい。ポテトなかなか。Thank you.